尖閣諸島の一途一、ウ魚釣島に対象島三、桑島四、北小島五、南小島六、沖の北岩は七、沖の南は八、伊勢左から、魚釣島、北小島、南小島北小島は、尖閣諸島の無人島の一つ。日本国が実効支配し、中華人民共和国と中華民国が領有権を主張している。日本の行政区分では、 沖縄県石垣市に属する。尖閣諸島の主島である、魚釣島の東南東方に位置する、無人島。石垣島の北西約 166km、入表島の北方約 160km に位置する。四隅が張り出した区形の島で、周囲は珊瑚礁海岸となっており、磯名の瀬戸という水道を隔てて、南小島と対を成している。 面積は0.258842平方キロメートル。最高点の標高は125メートル。日本の行政区分では、沖縄県石垣市との代尖閣2391番地にあたる。上陸するためには、日本政府の許可が必要である。日本が領有し実行支配しているが、中華人民共和国及び、中華民国も領有権を主張している。 私有地であって、2002年から日本政府が年150万円で沈借していたが、2012年9月11日、日本政府は、魚釣り島、南小島と共に3島を埼玉県に所在する地権者から20億5000万円で購入し、日本国への所有権移転登記を完了した。1996年に日本の政治団体によって、 簡易な灯台が設置されたが、同年中に損壊している。2002年に、絶滅危惧種であるアホードリの繁殖が確認されている。2012年1月16日、日本政府は、排他的経済水域の起点となるにもかかわらず、名称が不明であった離島について、地元自治体などに故障を紹介した上で、同年3月末までに命名する方針を示し、3月2日に、 名称が決定した。これには、尖閣諸島付近の4島が含まれるが、そのうち、久保島付近にある1島、及び大正島付近にある1島が共に、北小島と名付けられ、尖閣諸島内には、計3つの北小島が存在することになった。魚釣り島から見て、魚鶴島付近の北小島は、東南東約3キロメートル久保島付近の北小島は、 北東約3 0トル、対象島付近の北小島は、東北東約1 1 0トルにそれぞれ位置する。ありがとうございます。